はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、ということで、本日は、鹿嶋市移住計画第6回目でございます。で、実際、今、住んでみて、ちょっと困ってるというか、まあ、慣れだとは思うんですけど、ちょっとびっくりしたことについて今日はちょっとだけ話していきたいなというふうに思います。決して悪口ではございませんので、そちらだけ何卒ご了承くださいませ。はい、ということで、今貸し回りが最もまあなんていうかびっくりしているというか怖いというか恐れていることが、そのもうトップが運転でございます。はい、というのもやっぱりね、鹿嶋市かなり、こう、車で運転、こう、移動しない限りは、もういろんなとこ行けません、正直。まあ、広いですしね、そもそも。で、車社会で、まあ、タクシーとか、バスとか、電車とかが、じゃあ、ちゃんと通ってるかっていうと、そういうわけではなくて、やっぱ自家用車がメインで、それでこう、移動していかなければならないと。いうようなことが起こっております。まあまあ、それはね、もともと聞いてましたし、まあそもそも松本もそういう街なんで、全然それに関して抵抗はないですし、あとは、まあそれに対してのメリットとして、ガソリン代が松本より10円以上安いんで、それに関してはものすごく助かるというようなことが正直ございます。これは本当助かってますね。ありがたいでございます。はい。がですよ。やっぱり、こう、ところ変われば品変わるじゃないですけど、ところ変われば運転マナーも変わるみたいなようなところが正直ございまして、まあ、正直ね、松本もそんなにマナー良くないですよ。はっきり言って。なので、全面的にそれをこれは否定をするわけではなくて、松本と、その鹿嶋のところでのこう、違いみたいな感じで皆さん聞いていただけると嬉しいなと。悪口じゃない。本当に。それはもう理解して。うん。なんですけど、まず一つ、鹿嶋りこっち来てから結構雨の日が多くて、で、これも一つ聞いてみたら、このぐらいが当たり前で、むしろなんかこう、去年とかよりも雨の日少ないんじゃないかぐらいに言われてるみたいですね。なんかよくこう、松本は快晴が多いっていうのを結構いろんな他県の人から話聞いてたんですけれども、いや、そんなことないんじゃないと思ってましたが、実際やっぱ他に住んでみると、あ、確かにそうなんだなと、松本って晴れる時多いんだなっていうのが分かったのと、あとは鹿嶋市やっぱちょっと雨多いのかもしれないです。今もちょっと降ってるんですけど、のかもしれないですね。で、その雨の日の夜の路面ですね、結構その要するに街灯がポツンポツンとしかなくって、そのポツンポツンとしかない街灯のところと、その車のこのライトと向こうからの車のライトがこう合わさると、路面がもうパーって反射しちゃって、そのセンターラインだとか、その横断歩道だとかが飛んじゃうんですよ、色飛びとして。もうそれでちょっとその辺の線が見えなくなっちゃって、おーおーおー、こんなんなりながらちょっと運転したりとかしてて、結構この辺怖かったりとかするんですね。まず一つ、うん、これがちょっと今びっくりしていることの一つでございます。で、もう一つは、まあまあまあ、だいたい2週間ぐらい経ったんですが、もうすでに、事故を4回見ました。はい。あ、まあ、だいたい事故ですけどね。事故の事故を4回見たんですよ。うん。いや、ギャグじゃねえよ。ギャグじゃねえけど。うん、ですので、まあ、ものすごいペースで事故を目撃しているので、正直、今までこう、むしろ今まで見てきた事故の事故、これまでの人生で事故の事故、と、すでに同じくらいの回数になってきてるくらいのレベルなので、まあ、結構事故は多いんだなというように思っていますんで、まあ、常日頃気をつけようかなというふうに思いました。あと、猫ちゃんが惹かれているのももうすでに3回見ました。はい。ちょっと悲しいです。はい。というような感じでございます。はい。で、うん、まあ、それは全部、まあ、道のことの話で、で、やっぱその、皆さん結構飛ばされるんですよね。結構スピードがお速いので、やっぱこうちょっとトロトロしてる側の人間ですから、こうブーって走っていくと、やっぱ結構後ろでこう車間が近い状態でこう走られてしまうわけですよ。で、そうすると、その自分が行きたい店舗とかお店に入りたいんですけど、どうもね、その入り口が狭いんですよね。それがその店舗の入り口が狭いわけじゃなくって、その道路から駐車場に入るところのこうあるじゃないですか、歩道と歩道の切れ目、
あそこの入り口がどうもこう狭いような感じがして、こう車間が後ろ近いんで、確かに早めにね入れればいいんだけど、それをこうなんかやるのもちょっと気まずいなぐらいの距離でこうあれされてしまうと、結構お店に入るのをこうね忘れなんていうの、その躊躇して次のところで左折することになったりとかっていうことがちょっとビビりなんで、ちょころちょろあるような感じですね。まあ別にそれは大曲がりすりゃいいだけの話だから別にねあれなんですけど、結構その辺もちょっと文化的に違うのかななんていうふうに思ったりとかしております。あとはその駐車場に入った後に、まあ駐車場こう探しているじゃないですか、空いているところで、空いているところ探しているときに、こう向こうからその駐車場のこう移動するところあるわけでしょ、こう要するにこうやって駐車するスペースがこうやってあって、こうやってあって、でここを車がこうやって行くわけでしょ普通は。だけど俺がこうやってね、カジマリこうやって車こうやって進行しているときに、ここから急にこう結構なスピードで車がグッて来て、おおみたいな。で、カジマリここ入れたかったんだけど、ここに先にこっちの人がグッて来て入れられちゃうみたいな。まあまあまあ、カジマリもね、トロトロしてるんで、そういうところも良くないのかもしれないですけど、なんかこういうことで2回くらいちょっと危なってなったことがありまして、結構運転に関してはちょっと怖いなというふうに思っている昨今でございます。うん、なので、もちろんそうですね、鹿島に感染されに車で来る方もそうですし、これから移住してくるという方もそうですし、この辺のところは少し覚悟をして来ていただけると多分心というか気が楽になって来れるのではないかなというふうに思います。はい、決して悪口ではございません。おそらくこれも慣れだと思いますし、こっちの運転技術の部分でなんとかこういろいろやっていく分だと思いますので、本当に悪口ではなく、今これが結構怖えんで、できれば松本ナンバーの車を市内で見かけた方は、その辺はちょっとこう手柔らかにやっていただけると嬉しいなというような、そういうような動画でございます。はい、ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、おつまわり。